はい、松田勝久です。今日はですね、シマノの愛用品、新製品ですね、をちょっと紹介したいと思います。さあ、まずはですね、一押しはこれですね。タビ、こちらです。もう皆さん使ってる方もね、多いかもしれませんけどね、羊毛フェルト、これですね。これのね、今までもシューズタイプ、その前の年は足袋タイプでね、出てましたけどね、今年やっとこのリミテッドプロの鮎足袋、私はどっちかっていうとシューズより足袋派なんで、足袋を好んで使ってますけど、それのね、羊毛フェルトのスパイク付きですね。ピン付き、ピンが売ってあります。それが出ました。で、タビのね、このリミテッドプロのモデルなんで、ジオロックね、今までは一体のフェルトのね、タイプだったんですけどね、これワンタッチでこのちょっと力入りますけどね、これ剥がせるやつ、ワンタッチでこの張り替えができるね、このマジックでくっつくようなタイプが出ました。まあ、これね、これ結構ね、もうジオロックとかね、昔はマジロックとか言ってましたけどね、未だに結構知らない人がいるんです、現実に。結構自分が履いてるタビがね、このジオロックなのにね、フェルト減っちゃったから交換してくれとかって持ってくる方もいらっしゃるんですけど、これワンタッチで剥がして交換できるやつですよってんで、フェルトをね、買っていただいて、その場でやると、知らなかったみたいな、剥がせること自体を知らないで履いてる方もいるぐらい、まだまだね、そんなの知らない人がいるのかなって思うかもしれないですけど、意外といるの事実なんですね。いずれちょっと話それましたけどね。この羊毛フェルトね、実際、昨シーズンね、これ、ちょっと汚いけど、テストでね、スパイク付きのこの前のリミプロのこの ジオロックのね、タビ、で、ワンシーズンね、履いてみました。で、羊毛フェルトはね、ご存知の方も多いと思いますけど、とにかく滑らないんで、安全に釣りができるということが、一番なんですけども、減りが早いっていうちょっと欠点もあるということで、昨シーズンですね、私も、そこまでべらぼうに調校してるわけじゃないですけども、これ一足じゃなくてね、三足ぐらいの旅を結構回しながら使ってましたけどね。でもこれを一応メインで、昨シーズン使いました。だいたいワンシーズンでもこれでどのぐらい履いてるかな。20回ちょっとぐらいは多分調校で履いてると思うんですけど、結構、減ってるといえば減ってるんですよね。まだちょっと履けるといえば履けますけど、そろそろ交換時かなっていう感じがしますね。やっぱりこういうとこちょっと肩べりとかしてますね。はい。これ今までの普通の剥がせるね、ジオロックのこの足袋なんで、ちょっと力がいるんで、力に自信のない方はね、あんまり、この一番後ろ側ね、マイナスドライバーでこう、入れて、こじ開けるような感じでね、外せますんでね。それでね、新しいこの足袋ですけどね。この羊毛フェルト、他のインストラクターの方なんかも説明してる動画出てましたけどね。これ、製品変えますとね、ここに説明書きが書いてあります。注意点。羊毛フェルトは化学繊維製フェルトにはないグリップ力を発揮いたしますが、摩耗の進行は早くなっています。要は減りが早いってことですよね。フェルトを水に浸してからご使用くださいと。乾いた状態でお使いになるとグリップ力低下やフェルトの破損につながります。調光前には必ず自分の 目でソールの状態を確認し、異常がある場合はご使用をお控えください。使用後は水道水で洗浄し、フェルト部分が上になる状態でしっかりと陰干しさせてください。
使用後濡れた状態で長時間放置されますと、バクテリア等の羊毛が分解され機能や外観を損なうことがあります、といったような、まあ、説明がここに書いてありますね。まあ、要はですね、まあ、減りが早いよということと、使う前に、水につけると、まあ、ベストだということですよね。それから使用後は、まあ、水道水で洗って、まあ、陰干しをしてくださいということですね。まあ、注意点的にはそこが一番重要だと思いますけどね。で、去年ね、まあ、これずっと使ってましたけどね、まあ、実際ね、私ね、使用前にね、水つけろとか言われてもね、実際川に入るんだから水に入るしな、そんなことでなんでやるのかなってちょっと疑問もあったんですけどね。まあ、おそらく多分まあ、ある程度こう、水に浸す状態を少しの時間作ってやる方が、まあ、多分、水にあまり入られない川とかも当然あるんで、ちょっとだけ濡れて、丘でそのままこう、するなんていう場面もあると思いますんでね。まあ、そんなことはあまり気を使わずに、まあ、テストだったんで結構雑に使った方がむしろいいかもしれない。で、まあ、単なる物臭という点もありますけどね。やらなかったですね。なんで、まあ、ちょっと今年はね、新しいこのタイプは、まあ、よりね、皆さんも長持ちした方がいいでしょうからね。こういうね、なんかちょっとトレーを用意して、まあ、水をね、あんまり、びちゃびちゃね、濡れてる状態で履くっていうのもちょっと嫌なんで、まあ、フェルトが濡れるぐらいちょっとだけ水をね、こういうトレーに入れて、こういう風にね、しまって、持っていけばいいかなっていう感じはしますね。で、これをまあ大きなタイツと一緒に入ってるバッカの中に別に入れとけば、まあ、ここの水は他のところには漏れないっていう感じになりますんでね。まあ、そういう風にやってみようと思います。で、唯一ね、私がこの羊毛フェルトね、非常にね、滑らなくて、本当にね、快適だったんですけど、まあ、例えるならね、普通のフェルトでね、歩ってる、まあ、石、川底の石の上を歩ってるっていう感じの感覚と比較すると、イメージ的にはね、なんかこう、絨毯の上を歩ってるみたいな、そんな感じの、感覚でしたね、このフェルトはね。唯一ですね、欠点、もう一つ、これね、やっぱり、半乾きっていうんですかね、中途半端に濡れた状態で、どうしても、釣りに、こう、連日ね、連戦っていうかね、何日か、こう、続けていく場合とかあるんですよね。そんな時どうしても完全に乾かないですからね、釣り終わった後そのまま車にしまうだけですからね、どうしても半乾きの状態で、何日間も、車の中に放置する状態が続きますね。そうするとね、ちょっとやっぱり匂いがつきます。なんとも表現できない匂いなんですけどね。それが唯一の欠点かなって。ですね、まあ、週1ぐらいの兆候でしたらね、まあ、釣り帰ってきて、普通に洗ってもらって干しとけばいいですけどもね。まあ、匂いはね、ちょっと皆さんもね、連日やられる方は気をつけて、やってもらいたいと思います。まあ、いずれにしてもね、これ、本当に、滑りにくいんでね、まあ、唯一ね、本当のぬるぬるのね、岩盤でね、なんつったらいいんですかね、本当半透明のね、いかにも鮎がはむようなね、苔のね、ぬるっとした、目に見えないような、こう、苔がついたね、状態のところはね、さすがの羊毛フェルトでもね、効かない場面もありましたんで、まあ、加湿はダメですけども、まあ、ほとんどの場面ではね、圧倒的に普通の、フェルトよりは、グリップ力がありますんで、まあ、釣りもその分快適になりますしね、まあ、滑って転がってね、怪我をしたりね、竿を折ってしまうなんてこともありますからね、そういった面ではね、まあ、一番安全でね、快適に釣りができると思いますんで、ジオロックのこの羊毛フェルトの旅の発売と同時にですね、替えソールですね。これね、これも出てます。ね、こういう感じで。これピンなしの羊毛フェルトですね。
ですので、あの今までのシマノの旅でこの剥がせるタイプね、ジオロック使ってる方はこの羊毛フェルトを買っていただいて、これを貼り付ければ今までの旅が羊毛フェルトになりますんで、多分ねこれは待ってた方多いんじゃないかと思いますね。私もまあ、去年、これも結構前の旅ですよね、古い旅ですけど、もうこれに、またこれを貼り付けてね、使おうかなっていうふうには思ってます。同時にねこのスパイクっていうの出てますんでね、これねピン付きとフェルトも出てます。まあ、個人的にはねどちらかというとピンなしの方が好きですね。でもね結構お客さんなんかを聞いてますとピン付きがいいっていう方が意外と多いですね。まあ革の石の状態とかね、にもよると思うんですけどね。まあ確かに岩盤とかの枠が腐ってる場所なんかだったらピン付きなんかいいと思いますけどね。ピンの場合は、まあ、丘の丸石っていうんですかね、丘の大石、乾いてるところで行くとちょっとこうズズズっていくのがちょっとあんまり好きじゃなくて、予測不能に滑るっていうのがピン付き、まあ、グリップ力ピン付きの方がこうなんていうんですかね、例えばこう護岸のねこう斜めのとこなんかをこう登っていくような時はピン付きの方がね絶対いいんですけどね。不意にこう予測不能で滑るっていうのは、滑らないんだけど予測不能の時にあるたまに滑るっていうのがピンで、普通のフェルトだけの場合は ある意味予想がつくところで滑るみたいな感じはありますね。いずれにしてもね、まあ、羊毛フェルトなんで、あのその滑るってことに関してはねだいぶグリップ力が上がって、快適に釣りはできると思いますね。おすすめな旅だと思います。それとですね、もう一点特におすすめなのはですね、偏光グラスですね。まあこれは愛用品に限らず、まあいろんなジャンルの釣りで、まあね使う偏光グラスですけどね、昨年一シーズン出ましたね、このシマノとタレックスレンズのねコラボの偏光グラスですね。これ実際去年私1年間使いました。まあ鮎釣りはもちろんね、まあエギングの時とか、まあ天からの時とかね、いろんな釣りでも使いましたけどね。まあこっちはほぼ鮎釣りで使ってたかな。結構ねこれ非常にね、快適でした。特にねこのタレックスレンズはまあもちろんいろんなメーカーさんがもう使ってますんでね、皆さん、レンズの良さとこの見やすさとかね、この歪みのなさとかね、視界がクリアだとか、そういうことに関してはまあ多分皆さんも結構認知してる方多いと思いますけど、シマノはまあそのタレックスレンズにこのフレームですよね、これをむちゃくちゃこだわって作ったっていうことなんですよね。で実際どうなのかよと思ったんですけど、実際去年1年使っていましてね、非常にまあまず軽さも軽いですしね、掛け心地が非常にいいですね。こうやってね、はい、まあ似合うかどうかは別問題としましてですね、特にねまあ私のように顔のでかい人もね、このなんていうんですかね、この接合部ここですね、こうヒンジっていうのかな、ここな、ここはねまあモデルによってね、違うんですけどね、これこっちは金属のフレームになってまして、これがモデル的にね101っていうモデルですね。でこれはねアーチ状のこういうまあバネ状っていうのかな、それのこう接合部になってまして、多少弾力性もあってまあ顔にフィットしやすいっていうこともあるし、まあ大きい場合は広がるし、ちっちゃい場合はこう閉じるみたいな部分もありますしね。でこっちの樹脂のモデルですね、これが301っていうモデルになりますね。301、これはまあこうちょっとこの接合部はこういう板状っていうんですかね、板バネみたいになってます。これね、これも非常にね、掛け心地良かったですね、これもね。でですね、まあ、この金属フレームと樹脂フレームの2モデル、こちらが101、こっちが301っていうモデルですね。結構ね両方良かったですね、これね、かけてね、
あとはですね、この耳のとこに来るここですね。これね、なんて言うのかね、私名前知らないですけどね、確かね、なんて言ったんだったっけな、これな。テンプル部とか言ってましたね、確かね。この部分がね、これこう、調整ができるんですよ。これ。ここが。これね。ある程度こう曲げたりとか広げたりとかで、ね、これによってね、まあ、顔の形に合わせてこうかけることができますんで、非常に、まあ、フィットしやすいと思います。で、それからね、この鼻のこのね、当たるところね、ここですね、このパッドがですね、別体で、なってるってことでね、鼻の形状とかに合わせてこう、なんていうのかな、角度というか、向きが変わるみたいな感じになってますんでね。まあ、顔の変化に合わせてね、こう鼻が痛くならなかったりっていう感じでね、非常に快適です。特にね、偏光グラス、まあ、こう、なんていうんですかね、特にああいうの場合は、こう、下を向いたりとかね、おとり交換でこう、下を向いたりとかしますよね。そんな時にね、どうしてもこう、顔に合ってないと、これがちょっとこう、鼻眼鏡的になってしまうとかね、まあ、最悪落としてしまうとか、っていうこともありますしね。まあ、でもフィット力がすごくいいんで、まあ、それは本当にね、なんてストレスがないっていう感じで、一日ね、まあ、かけっぱなしで全然なんかかけてることすら忘れてしまってるんじゃないかっていうぐらいね、快適に使いましたんで、これはぜひおすすめですね。で、レンズのカラーもですね、私はね、トゥルービュースポーツっていうね、まあ、いわゆる、まあ、どっちかというと、グレー系っていうのかな。昔からね、もうグレー系みたいなのを結構、偏光グラス長年使ってましてね。まあ、いろいろね、イーズグリーンとかね、っていう色と、今年、ラスターオレンジっていうね、カラーも、追加になってますね、これね。カタログ見ますとね。ラスターオレンジっていうね。カラーが追加になって、なおかつね、このね、フレームがまた違う302っていう、モデルなんですかね。302。これね。もう多分ね、私のお店にももう店頭にも並んでますんでね。ぜひ見てください。これ302ね、ぶっちゃけね、今年ちょっとね、レンズカラーもそうなんですけどね、導入アイテムとしてね、もう一個、さらにね、新たにね、このミラーコートのね、やったタイプ。今年はね、これにしてみたんですね。モデルはね、この樹脂モデルの301モデルの、トゥルービュースポーツっていうレンズカラーで、ミラータイプっていうのを今年ちょっと新たに、導入しています。で、ただね、ちょっとね、お店の在庫を入ってきたら見たらね、302っていうこのモデルね、新しいやつ、これね、結構いいなと思いましたね。このフレームね、このフレーム、一番上のやつね、これなんかね、ちょっとこう、スケルトンチックっていうかね、クリアカラーのフレームになってまして、物見たらね、そっちの方が良かったなーって感じだったんですけどね。301って、こっちはこの黒のね、フレームだったんですけどね。スケルトンっていうか、クリアのフレーム。それは良かったなーって感じだったんですけどね。で、話が戻りますけどね、まあ、レンズのカラーですけどね、まあ、全部私今これ、トゥルービュースポーツっていうカラーにしてますけどね。一番自然体に見えるっていうレンズカラーなんですよね。どうしてもああいうの場合はね、石の苔の状態をこう、川底の色をね、こう、流心は白っぽいなとかね、ヘチは腐ってるなとか、こう、川によってはね、黒いとこがかかったり、ちょっと黄色いとこがいいなとかっていうのがありますんで、そういった長年川の色を見て、ここは釣れるとか、ここは釣れないとかっていうのを判断する、まあ、操りにおいてはその石の苔の状態っていうのを読むっていうのが、まあ、魚を見つける以上に多分重要なことだと思いますんでね。そういった意味で、まあ、一番自然に見えるっていう、まあ、このナチュラルなね、レンズカラーを長年使ってますんでね。トリビュースポーツ、これをメインに使ってます。でもね、やっぱり雨の日とかね、曇りの日とかね、渓流釣りの朝晩とかだったらね、明るいイーズグリーンなんかもおすすめで、本当は両方持ってて使い分ければね、一番ベストだと思いますけどね。
いずれにしてもね、特にこれ、本当にね、フレームにこだわったシマノのタレックスのレンズを使った偏光グラス、おすすめですので、ぜひ、試してみてください。まあ他にもね、いろいろね、新製品は出てますね。これはリミプロのシャツですね。半袖のシャツですね。これは、なんだろう。腕のやつですね。アームカバーですね。シャツもね、今までのなんかリミプロのシャツと、ちょっと変わったかな、生地が。そう。これもね、これはフード付きのね、リミプロの、長袖ですかね。フード付き。これ。これね。これ。フードが付いたやつね。去年のリミプロシャツとね、この材質がちょっと感じが違うな。なんかもうちょっとね、ひんやり、サラサラ。非常に肌触りがいい感じですね。涼しい感じもします。まあそんなのも出てます。それからね、ベストもね、カタログにニューってなってますけどね、実際は、サイズが追加になっただけでね、今年ね、この 4XL っていうのが出ました。これは私が要望したんじゃないかっていう感じなんですけどね、とにかくでかいサイズ。シマノのね、ベスト、他のメーカーだとね、結構キングサイズとかもあったりしてね、でかい人はね、なかなかシマノのベストを着ることができないよっていう意見もあったんですけど、今回この 4XL っていうのが出ましたんで、かなりでかい人でも着られると思います。実は去年タモはリコールになりましたね。結構ね、網がちょっと柔らかかったり、ここが外れるとかね、でも、シマノさんの対応素晴らしくてですね、なんと定価で、返金されたというね、去年これ買った人で、逆にプラスになってしまったっていう、まあそんなリコールね、素晴らしい対応だったんですけどね。まあ今年はね、ちょっとこれ、まあ見た感じも網も硬いですしね、まあ大丈夫だと思いますんでね。で、圧倒的にこのイエロー人気ですけどね、黒もかっこいいですね、やっぱね。ブラックゴールド。ね。待望のね、昨年このリミプロのタモがモデルチェンジ久々にしたんで皆さんね、待ってましたって感じだったんですけどね。今年はね、これ大丈夫だと思いますんで、ぜひ使ってみてください。あとはこれタイツは別にこれ新製品でも、まあ去年から出てるやつですね。まあこれもね、非常に生地がね、すごく柔らかくて、多分お店で試着してもらえばね、わかると思います。もう非常に履き心地がいいです。なんかもうこれ履いたらね、まあ変な話、ちょっと安いやつとか言ったら、語弊があるかもしれないですけどね、もう試着の段階でね、まあ、グレードがいくつかありますよね。タイツもね、安いのから高いのまで。サイズ合わせるのいろいろ履いてね、これ履くと、これ履き心地いい、これでいいわ、とかいう感じになるぐらい、非常に履きやすいタイツですね。はい。ということでね、まあ、まだまだね、たくさんね、新製品はあるんですけどね、まあ、主だった特におすすめの商品を今回はご紹介いたしました。それではどうもご視聴ありがとうございました。それではまた。さあ。もう11時過ぎちゃったな。それでは天下釣りに行ってきます。これです。